マーティンリー・ゴアは、イングランド・ダゲナム出身のミュージシャン、ギタリスト、シンガー・ソングライター。デペッシュモードのメンバーで、長年にわたりバンドの作曲と作詞を担当している。身長172センチ。イングランド南東部のダゲナムにて、イギリスに駐留していた、アフリカ系アメリカ人の陸軍兵士の父と、白人の母親パメラ、マーガレット・ゴアの間に生まれる。 しかしパメラは別の男性と結婚したため、マーティンは実の父親のことを知らされずに長年過ごしてきた。マーティンのジップがアフリカ系アメリカ人であることは長らく伏せられていた。13歳の時に育ての父がジップではないことを知り、後にアメリカ南部にてジップと対面している。なおマーティンにはカレン、ジャクリーンという二人のイフ妹がいる。1977年。 バジルドンのニコラス・コンプリフェンシブスクールを中退。昼間は銀行で働きながら、夜や週末は学友だったフィルバーデッドと結成したノーマンザ・ワームズというアコースティックデュオで活動する。1979年代後半、学友だったビンス・クラーク、ロバート・マーローと共に友人のポール・レッドモンドを招いてザ・フレンチ・ルックを結成。 ボーカルは、ロバート、マーティンが、ギター、ビンスとポールがシンセサイザーを担当した。1980年に、ビンスの学友であったフレッチこと、アンドリュー・フレッチャーと出会う。ビンス、フレッチと共にデペッシュモードの前身となる、コンポジション・オブ・サウンドを結成。結成当初は、ビンスがボーカルとギター、マーティンがキーボード、フレッチがベース担当だった。やがて、ピンスの勧誘により、 デビッド・ガーンが加入、バンド名もデペッシュモードと改名する。その後バンドはミュートレコードのダニエル・ミラーに見出され、1981年にデビューする。デビュー当時、バンドの作詞、作曲アビンスがメインで行っていたが、かねてより、プロモーションとツアー活動に不満を抱いていたことから、同年に脱退。以後バンドの楽曲のほとんどが、マーティンの作詞、 作曲によって手がけられていくこととなり、この件が彼の才能を開花させるきっかけとなった。作風もそれまでのポップな明るいサウンドから陰影に、飛んだ叙情的なものへと変化し、以降のバンドの音楽性に、多大な影響を与えていく。脱退時にビンスは、マーティンは、僕よりも優れたソングライターだから、大丈夫さとの言葉を残して、バンドを去るが、当のマーティンは、 自分自身の曲を信じなければいけなくなったんだから、プレッシャーはすごかったと眠れぬ日々が続いたことを告白している。なおでペッシュモードは2017年までに14枚のオリジナルアルバムと数多くのシングルを発表。それらの総数が9000万枚近い売り上げを記録し、今もなお活動している。近年は4年に一度のアルバム発表と2年近いライブツアーを行うサイクルを繰り返している。 ギターは主にグレッチ製のものを使用。また各アルバムにて、平均して2曲前後、メインボーカルを務めている。マーティンは、バンド活動の傍ら、2003年にカバーソング集、カウンターフィットを発表。また1980年代より、様々なアーティストの作品に参加したり、リミックスなどを手掛けている。 近年では2011年にかつてのバンドメイトであるビンス・クラークとテクノユニット VCMG を結成、翌2012年に作品を発表している。ソロ作品では2015年4月に MG が発表され、これまでのカバーやデペッシュモードで見られるオルタナティブミュージックとも異なるエレクトロニックミュージックを披露している。1989年にパリで出会ったアメリカ人、 ランジェリーデザイナー兼モデルのスザンヌ・ボアバートと1994年8月に結婚。ビバリー、エイバ、ィー、カロー・レオンの3人の子を設けたが2006年に離婚。2014年6月にキャラリー・カスキと再婚している。2016年2月19日、キャラリーとの間に長女ジョニー・リーが誕生。マーティンにとっては第4子であり、3女となる。 1983年、デペッシュモードのバンドメンバーのアラン・ワイルダーと共に、肉を食べることを止め、以後菜食主義を貫いている。アルコール、特にビールが好きで、一時期アルコール依存症に陥っていたが、2000年代になり、禁酒を宣言。アルコールを断つことに成功した。プレミアリーグのアーセナル FC のファンである。余談だが、デペッシュモードのバンドメンバーであり、 講師にわたるパートナーであるアンドリュー・フレッチャーは、ライバルチームのチェルシー FC のファンであるが、このことに関して、彼らが険悪になったということはない。現在は、カリフォルニアのサンタバーバラ在住。趣味は読書とビデオゲーム。お気に入りの映画に、ショア、ブレードランナー、市民ンを挙げている。お気に入りの本にアレスター・クローリーの、ダイアリー・オブ・エイドラック・フィーンド、 フランツカフカの失踪者ヘルマンヘッセのデミアンを挙げている。ありがとうございます。